乃木坂46広島のプロ野球選手。岩本蓮加さんと結婚したい。蓮加ちゃん狙われてるじゃん、やばいよ。なんで言っちゃうかな、後で恥ずかしくなるだけなのに。このくらいのメンタルじゃないとやっていけないだろう。プロ野球選手なんだし、目標持つのはいいことだ。ここまではっきりと言うならいつか絡みそう。あの最年少の蓮丹が、今では結婚したいと発表してもロリコン扱いされない年齢になってるんだなって時の流れを感じるな。本気で狙ってんなら公言しない方がいいと思うぞ。言ってたらチャンスが来るかもしれない。行動する方がいいだろう。この子はガチで岩本と結婚したいみたいだし。本気で結婚したいなら支配下登録が最低ラインやろ。乃木坂のエースじゃないにしても選抜副陣クラスなら最低でも1軍にはいないと。いやー、アイドル好きってイメージ良くないぞ。乃木坂メンバーだって、自分らがアイドルやっていてもアイドル好きの男には惹かれないだろう。ドラフト1位？知らんやつやなぁと思ったら育成ドラフトで草、300万じゃ岩本どころかそこらの新卒社会人に負けとるやろ。広島なら投手微妙だからチャンスあるぞ。他球団の打線がしょぼいおかげもあるがな、今は同じ育成の佐藤が注目されてる。トップアイドルと結婚するには、手取り2億円くらいないと無理だぞ。乃木坂の副陣メンバー様だからな、江藤に習って源田クラスじゃないと。岩本蓮加ってのがガチすぎる。顔自体は岩本は乃木坂でもトップクラスだしな。岩本より全然金持ってなさそうだな。むしろこいつに稼ぎで負けてる社会人ほとんど存在しないだろ。蓮丹はこの手のタイプは苦手そうだ。そもそもゲーマーだしスポーツ選手に眼中なさそう。こういうの言うと警戒しかされない。蓮加の実家めっちゃ金持ちだから、一軍レギュラーになるところからスタートだな。プロポーズじゃん。